こんにちは。今回は JFL の第4節ホンダ FC 対レイラック滋賀 FC の試合ご紹介をいたします。会場はホンダ FC のホームスタジアム宮古田サッカー場です。ホームで戦うホンダ FC、JFL の門番として有名な企業チームの最高峰ですけれども、毎年天皇杯でビッグクラブ JA クラブをぶち倒すとというクラブとして知られています。今シーズンは開幕戦でソニー仙台 FC を1対0で下して、第2節で丸安岡崎を相手に1対1と引き分け、そして第3節はベルスパ大分と0対0で引き分けということで、なかなか点が取れてない、なので、勝ち点が伸ばせていないという感じですね。1勝2分けでここにやってきました。そして一方のレイラック滋賀 FC です。開幕戦で栃木シティ昇格してきたばかりの相手を3対1でいい形で撃破しましたけれども、第2節鈴鹿ポイントゲッターズ改めアトレチコ鈴鹿クラブを相手に1対3とかなり内容的にも悔しい、そんな試合をして、挫折を経験し、そして第3節ホームで迎えた試合でソニー仙台 FC を相手に2対1と勝利をして、2勝1敗という結果でここに臨んできました。毎試合、複数得点が取れているんですけれども、逆に失点をしているという、そんな状況ですね。試合は午後1時13時にキックオフされました。キックオフから攻め込んでいったのはホンダ FC です。ホームであるということ、そして JFL の中でも強豪ということを考えたら、それはもう納得の内容ではあるんですけれども、その中でレイラックがホンダ FC の強烈な攻撃を受けながらも体を張って守りながら、そして伊藤光輝選手ゴールキーパーのスーパーセーブもありながらということで、いいディフェンスを見せています。で、前半は0対0のまま両チーム譲らずに終わります。で、後半の入り、ホンダ FC がさらに押す展開になりました。ただ逆にレイラック滋賀 FC もさらに守りを固めてディフェンスをしていくという展開になりました。で、実はレイラックはこの60分あたりまでシュート1本も打てていなかったんですけれど、山下選手がミドルシュートを放ってゴール左にわずかに外れるという場面がありました。ここから流れ変わるかと思いきや、ホンダ FC がボールを握って攻めるという展開は変わりませんでした。で、ホンダ FC ちょっと面白かったのは、ここから62、3分ぐらいでしたね、岩切選手に代えて川端選手、11番の川端選手を投入して、川端選手は右サイドバックの印象があるんですけれども、前線の方に入れてサイドハーフに、でさらにホンダ FC は、80分過ぎぐらいでしたかね、川波選手、右サイドバックの川波選手と、左サイドハーフの佐々木選手を下げて、で交代選手を入れて、いつもトップで一番、ボールを収める役割をしている岡崎選手を左サイドに回すという展開を選択をしたり、いろいろやったんですけれども、レイラック滋賀 FC のディフェンスが非常に激しくゴールが取れない状況が続きます。で、試合終盤、レイラックのカウンター、そしてホンダ FC の押し込む展開、これを続けて非常にゴールチャンス多かったんですけれども、両チームに点が入らず0対0スコアレスドローでこの試合終了しました。そうですね、うちとしては失った試合だと思います、はい、ね、
あのやっぱり高さがあるチームで、やっぱりあのセットプレーの、 あのキッカーもすごくいいですし、ヘディングが強い選手がいて、あのやっぱセットプレーは最も警戒をしてたの で、 でやっぱあの不用意なこうファールをしないとか、あとは結構前線に速い選手たちがいるので、高い位置でこう引っ掛けられて、あのショートカウンターとかそういうところをこうやられないように、あのうちとしてはこう相手をこう見ながらボールをしっかりとこう前に運んでいくっていうことを意識させてゲームに臨んだんですけれども、はい、そうですね、前半は入りは良かったとは思うんですけど、前半の30分過ぎぐらいに少しこう志賀さんがちょっとラインを上げながら前からこう圧をかけて、で少し後ろが慌ててしまったというか、もう少しよく見てこう動かせるシーンもあったと思うんですけれども、少しこうちょっと相手の圧に慌ててしまったところがあって、で後半はやっぱりあの相手見ながら結構ラインが高いので、そこの背後をいかに取りに行くかっていうところで、その背後の取り方をちょっとハーフタイム確認をして、で臨んで、まあ、いい形で背後を取るシーンが、まあ、後半の頭何回かあったので、1点2点取れたらまたちょっと違った展開だったかなっていうのは思いました。あの志賀さんの両ウイングバックというか、まあ、南選手と多分五十嵐選手 の、 その背後をどうつくかというところで、うちの19番 の、 その岩切があのやっぱ飛び出していくのがすごく武器の選手なの で、 で、まあ、岩切でこう背後をこ う、 うまく取り行かせようという狙いはあったんですけど、まあ、ちょっと前半うまく対応されてしまってたの で、 で後半ちょっと中でもう少しボールを持てる選手を入れて、でちょっとボランチとつながらせて、で相手を少し中に食いつかしてから右サイドバックの川波が飛び出ていったり、岡崎が出ていったりっていうシーンを作りたいっていう狙いがあります。やっぱり、まあ、サッカーですのでね、あの点が入るシーンを皆さん期待はしていると思いますし、ただあの前節も前々節も、非常にこうゴールには迫っているというか、そのアクション自体は出ているので、そこの最後しっかりとこう絵を合わせて点を取るっていうところをもう少しやっぱり個室を上げれるように、ちょっと1週間また準備をしたいと思います。まずは全体を通じて、やっぱりあの本田 FC さん の、 あの本当にパワーがこう増してきたというところで、なんとか耐える時間帯が多かったというところも踏まえて、今日プレーヤーの勝ち点1取れたことは大きかったかなというふうに思います。あのスタイル的には全体的にはあんまり変わりなくてというところで、自分たちのスタイルであのビルドアップをしっかりしながら、あのショートパスで崩してくるというところは想定はしてたんですけど、後半に入るとまたより距離感がこう近くなった中で、ちょっとこう小気味よくボールサイドに寄せられたところをちょっと裏取られたかなというところで、まあ、そこのところはさすがだなというふうに思いながら、逆に今日我々が守備のところで後手に回ったところを修正ポイントが新しく課題として出たかなというふうに思います。もう今日もレイダック の、 あのブルー の、 あのユニフォームを着た方たちがたくさん応援に来てもらいました。本当にありがとうございます。本当に最後ですね、我々のチャンスからコーナーキックから逆にカウンターを受けて井出が駆け出したシーンなんかでも、あれは本当に応援の方たちがあったからこそ、あまり体張って、でさらにそれを跳ね返してもう一回チャンスに転じたっていうところがすごく ありがたくてですね、本当我々を後押ししてくれている方たちのためにも、本当に次の試合頑張りますので、ぜひまた一緒に戦ってもらえればありがたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。レイダック志賀菊池監督でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。もちろん初スタメンだったので勝ちたい気持ちだったんですけど、まあ、本田さんはかなり力もあったので、まあ、最低限、まあ、引き分けで終われたことは良かったかなと思います。特に後半押し込まれる展開が長かったので、そこでまあ自分たち、まあ、相手前半の結果を得て、まあ、修正してきてたので、そこに対してまた自分たちももう一個修正する力があればっていうのがあったので、まあ、そこは今後リーグ戦戦う上で大事な部分だと思うので、もう一個高めていきたいなと思います。そうですね、まあ、セカンドで拾って前空いてたんで、流れもあんまり良くなかったっていうのもあったんで、一本、まあ、入ればよかったんですけど、はい、思い切り振ってきました。そこはまた次に
結果は次に取っておいたということで、はい、頑張ります。また期待してます、はい。まあ、本当個々の能力が高い選手多いんで、まあ、そこが本当ハマってくれば全然優勝は狙えると思います。やっぱ前の推進力はあると思うので、そこをまあ自分だったりがうまく使ってこう前に前にプレーできればもっといいパワーが出ると思います。そうですね、まだ序盤でなかなか連勝ってとこはまだ出せてないんですけど、まあ、一個一個積み重ねて優勝に向けて頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。山下選手でした。お疲れ様でした。どうぞ。まあ、その選手フロント一体となって、そのホンダ去年勝ててないし、倒そうということで、強い気持ち持って行ったんですけど、勝てなくてめっちゃ悔しいっていう気持ちです。まあとりあえず、まあ、この試合は、まあ、めちゃめちゃ気合入ってたし、まあ、ディフェンスゼロやったら、まあ、攻撃陣信頼してるんでとりあえず1点取ってくれるやろうっていう信頼あって勝てると思ってたんで、まあ、気合だけは入ってました。後ろであの大垣選手がものすごく目立ってるんですよ。攻撃陣はどうでしたか。前からの守備も今日はあの後半は特に止まってたと思います。まあちょっと本田も上手いんで守備ばっかりになってしまったんですけど、やっぱカウンターとか仕留めきるとこを仕留めきったら勝てたと思うんで、まあ、そこを修正して次は勝ちたいです。はい、あのたくさんのお客さんも来てくれると思いますので、そこに向けての意気込みとサポーターへのメッセージをお願いできますか。そうですね、ホーム2戦終わったんですけど、1000人超える観客に見に来ていただいて、めっちゃ選手としても嬉しいですし、もう絶対勝たないといけないっていう気持ちがめちゃめちゃあるんで、まあ、次もホーム3回目勝って、まあ、みんなで喜び分かち合えたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、白井選手もあの帰ってきて思いもひとしおだと思いますけれども、今シーズン の印象はいかがですか、チームは。いや、まあ、去年と同じ感じでめっちゃ仲いい感じで、はい、いい雰囲気だと思ってます。わ、はい、かりました。そういうチームをまたホームで見に来てくださいということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。後ろが気になって気になってしょうがなかったです。ありがとうございました。お疲れ様です。ホンダ FC 対レイラック滋賀 FC の試合ご紹介をいたしました。まあ、痛み分けという結果ではありましたけれども、スコアレスドローって、まあ、二つに分かれると思うんですよ。めっちゃくちゃつまんない試合と、両チームが譲らなくて、面白かったっていう試合と、この試合は後者でしたね。両チーム良さが目立った。まあ、ホンダ FC は、攻めの良さとかコンビネーションの良さとか、まあ、チームの組織力とかで、レイラックはその個人の能力、ディフェンスの強さ、カウンターの良さ、そしてゴールキーパーの凄さで、まあ、そういうところも含めていろんなチームの良さが見えた試合だったんじゃないかなと思います。まあ、両監督はね、勝ち点1を拾った試合、勝ち点3を、逃した試合っていうのは感覚は違いましたけれども、でもまあ両チーム本当にいいスリリングな戦いを見せてくれたなと思います。さあ、ということでこの試合を終わった後、来週の試合ご紹介をしていきましょう。レイラック滋賀 FC は4月の7日13時からベルスパ大分と平和堂鳩スタジアムで試合です。でホンダ FC は関西で FC ティアモ枚方とのアウェーゲームです。同じく4月7日の13時から玉浦陸上競技場です。ぜひそちらもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。